僕の目には妙にはっきり見えてしまうものがある。三角くん。帝です。君みたいな人物に偶然出会えるとは、これは運命の出会いですよ。君という存在の核心、触ってほしい。3人立て続けに行方不明になって、しばらくしてバラバラにされた体の一部が見つかった。日浦エリカに騙された。同じだ、あんたに会った時と。呪われてました、お嬢さん。感情も運命も一切の愛情も受けて。気持ちいいはず、私はすごくいい。ねえ、知ってる？霊現象が起きた時にはエロいことを考えるといいらしいよ。噛んだり舐めたりする必要性は。お前さ、あいつと縁切った方がいいぜ。これは私のものなので手を出さないでくださいね。嫉妬深いね、彼氏。汚して片付ける。汚すってのは呪うって意味か。あんた本当はどんな人間なんだよ。私の運命だ、君が。